皆さん、こんにちは。8月で、本当暑さ。はい。本番、そうそれ。暑さ本番でございます。暑いね。ここにちょっとなんかついたてかなんか。そうですね。ね、あの夏というと、はい、毎年行くのが、まあここちょっと何年か行きませんでしたけれども、うん、私たちはブルーベリー摘みにね、はい、行くんですよね。あのフィンランドだとね、銃にそこに あ,、うん、あのあれば摘んでいいんですけども、私たちはちゃんと日本なんで入園料払っていっぱい取ってきましたね。でまた取ってきた分を測ってね、はい、お金払って、でも楽しかったですね。楽しかったですね。結構大きいのいっぱい、このまあ種類的にねそういうのを選んだんですけど、すごい大きいの、また甘かったですよね。3キロ3キロ積んできました。雑用係さんに減ってほしいキロ、3キロね。そうだよね。もう大体人間3、まあ、5キロと言えないか、3キロ減るとなんか、あ、ちょっと軽くなったかなってしますね。3キロを取ってきた。でもさ、こう小分けにして冷凍してたのに、なんかその都度で冷蔵室で 解凍しては、はい、もうなくなっちゃいましたよね。あと一袋冷凍庫にあって、あと冷蔵庫にその一袋をタッパーに移したのがあります。ちょっとあんないっぱいあったじゃないですか。はい、普通の3キロ、3キロ奪われちゃった。いや、私痩せたんですよ。持たなかったですね。持たなかったですね。でもね、このほらジャムにしたりもしましたし、したしね、この時期ですからね、贅沢にね、はい、生でいただくのがね。なんでね、最近雑用係さん、スーパー行ってブルーベリーが売ってると必ず覗くんですよ、いくらか。こんなもんで700円とかね、何100g、200g、200はないな、それ考えたらすごいですね。ね、よかったです ね。そうやってね、あのちょっと週末ね、お休みを利用して夏休み気分だけでも良かったですね。もうすごい楽しかったです。でちょうどね、前の 2,3 日前でしたっけ、雨、うん、結構雨降ってて、うん、なんであの向こうの方も一周ずらした方がなんかいいですよみたいな、うん、なんか雨で落ちちゃってるんでなんて話だったんですけども、正解でしたよね。親切な方ですよ ね。なんか正直に教えてもらって、うん、でもいっぱい取りましたよね。取りました、うん、だって3キロですもん。でその後ね、野菜他買いに行ったりとか、はい、お魚買いに行ったりとか、はい、いろいろと一周して帰ってきたんですよね。でも河原に降りて、はい、お弁当食べたじゃないですか、はい、あの時の空が、はい、夏空がね、が本当記憶に残るような景色でしたね。で私今年麦わら帽子を買った、うん、正解でしたね。正解でした。もちろんね、ちょっと汗はかきますけれども、でも風がすごい時もあったりするので、日傘より、僕なんか帽子忘れちゃったもんだから、はい、ここに直射日光当たるもんだから、だんだん年々ね、ここに直射日光、ノーコメントでいきたいと思います。この後が怖いの、ここにでね、ちょっと楽しみましたね。楽しかったですね。ちょい先に、まあ、そういうことで、はい、はい、今週は何を、はい、フィンランドから皆さん大好きな、はい、ティーマが届きました、はい、はい、廃盤カラーですね。もうお盆、これあれなんですよね、うん、夏休み、あ、そうですね、これね、okay、 夏休み明けのご紹介となります。そうですよね、はい、もうお盆も過ぎればね、もう秋です、フィンランドは秋ですからね、うん、はい、まあ、フィンランドじゃないですか、はい、でも気持ちの中はもう秋の方にシフトしていきますね、はい、はい、それとマリーベッコとホコールのお届けいたします。はい、はい、どちらもね、楽しみにしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではまず、はい、陶器の方から、はい、はい、まず廃盤イエローのプレート、これ23センチですね、はい、
この上が26でこの下が21センチなんですけれども、26っていうともう完全メインとして使うような、うんうん、メインとしても使えるし、そのワンプレートランチ用としても使えるような、うん、ちょうど中間のね、はい、両方に使えるという。うちも使ってますけどいいですよね、うん、僕若い時だったらこのぐらいないとワンプレートランチダメですね。そうですね、量は足りないです。今は21センチ使ってますけどね、はい、これいいですよ。コンディションもいいですね。使用感もなくて、はい、3枚ねございますので、はい、このイエローはないですからね。ないんですよ。なんか釉薬の関係でこれと同じような釉薬が技術的にちょっと難しいみたいな、はい、こう淡い感じが作れないですね今、はい、はっきりとこうプラスチックのようなカラーのね、うん、ものしか作れなくていいですねこれね。同じくマルボールの方ですね、はい、これはアラビア時代ですね。アラビアのロゴが入ってます。これにこの間積んできたブルーベリーを入れて、ね、こうやってすっとすぐなくなっちゃうんですよね。そうなんです、はい、これもいいですね。なかなかマルボールも入ってこないですね。入ってこないですね。いいですね。スープもいいですよ。あ、いいですね、はい、そしてタンブラー同じイエローとホワイト、どちらもアラビアの刻印ですね。そうですね、はい、ビールもいいですし、アイスコーヒーもいいです。ちょうどこうあのグリップがいいですね。そうですね、グリップがいいですね。はい、はい、そしてアラビアですね、はい、アラビアのグレーでございます。グレーもなかなかないんですよね、うん、今ね。原稿がパールグレーで原稿はちょっと薄いですけど、それよりちょっと濃い感じになりますね、はい、あれも売り物じゃなかったですか。あれ僕の。あれ売り物じゃないんですか。僕のなんです、僕のです。はい、あぶね、これ直径が7センチですね、はい、この上が8センチなんですけれども、まあ、どちらも使い勝手が結構うち7センチ使いますね。そうですね、使います。カプチーノにも使えます、ね、使います。いいですね。でまたね、プレートはプレートでもお使いいただけますよ、うん、取り皿として ね、はい、で同じグレーのシュガーボールとクリーマー、クリームはこれソースポットとしてね、ドレッシングとか、はい、いいですね、はい、こちらのアラビアロゴですね、はい、なんか揃えても素敵ですかね。素敵ですね、はい、セラドングリーンですね。これも廃盤のカラーですね、はい、品のいいグリーンですね、はい、そしてこちらが日本では人気1、2、あ、そう、オリーブグリーンですね。大体サンドかオリーブグリーンが大体人気ですね、うん、このボール3つとカッパーのソースをね、なんかいいですよね、うん、こうおやつとかね。そうですね、と一緒にコーヒーとか。そうですね、廃盤ですからでも手に入りますので、ね、すね、この後復刻の予定はございませんので、はい、ね、いいですね。コーヒーね、夏休みの予定。夏休み後。あ、夏休み後ですでしょうか。秋休み。もしかして年末年始ですか。年末年始でもついね、はい。ということで。陶器は以上でしょうか。以上となります、はい、はい。それでは引き続き歩行の布の記事をご紹介いたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。